どうもお疲れ様です、いつもね稼いでいますかということでねテーマを投げていますけども、今回はですね定期的にあられる携帯電話の乗り換えプランで稼ぐ方法についてお話ししようかと思います。これってのはね日本全国各地で常に行われてるんですけども、まあ、携帯電話の契約に関してはやっぱりね店舗ごとのノルマとか予算っていうのがあるんですよね。でそれがどうしても消化できない時っていうのは乗り換えプランを突っ込んでくるんですよ。この乗り換えプランっていうのは基本的にはお店の形だけの売り上げのために無理やり作っていく売り上げなんで、店としてはね赤字が出るんですよ。でその赤字がどこに行くかっていうと、この情報を知っている消費者なんですよね。具体的に言うと携帯電話を格安プランでどっかで契約しますと。でそのどっかで契約したものをある特定のショップのキャンペーンに乗り換えプランっていうのでね乗り換えるんですよ。そうするとキャッシュバックが得られます。その後はこちらの方でどっかで契約したやつは乗り換えなんで、ランニングコストは最初の1ヶ月分で済むわけなんですよね。でこちらで乗り換えた方っていうのがまあいくつかありますけども、その乗り換えのキャッシュバックで何十万かもらうわけですよ。その後で乗り換えた方も解約するってことです。でそうなってくると手出しはものすごくね費用が数千円とかで済むんですけども、キャッシュバックが数十万と得られるんで粗利が高いですよねってことです。でこれの全てのプロセスっていうのは、例えばどっかの携帯プランに例えばですが5社契約しますと。で5社契約したのその週のうちにどっかのショップで乗り換えプランで乗り換えてしまうんですよ。そうするとこっちの支払いは1回で終わるわけですよね。でこちらの方からの乗り換えによるキャッシュバックを得た後で、こっちの方は次の週には解約しちゃうって感じです。ですんで2週間ほどしたら自分の契約してる回線っていうのは1個もなくなるんですけども、最初の1回目だけの引き落としが事務手数料として1件あたり数千とかって3000円ぐらいですかね、来ますよね。でもその後で数十万来るんで、あらりが数十万っていう形になります。まあ、こういったのがね定期的に出てくるんですよ。ですんでショップの店員さんと仲良くなっていくこと、もしくはね自分自身がショップで勤めていてそういう情報が常に入ってくるようにしていくことっていうのが大事かなと思います。で現在この方法っていうのは私もね、実行をねたまにさせてもらっていい思いをしてるんですけども、本当に定期的な安定収入になるんですよ。携帯電話各社っていうのがライバル争いの末にこういった歪んだ案件をねリークしてきますんで、それを私たちが使わせてもらうって感じになります。ちょうどねパチンコ屋で言うとお店の出血台サービスの台ってのがあるんですよね。その台の情報を店長が常連さんにリークして、店この店はさぞお客さんにとってね儲かる店でありますよっていう印象をつけるような、なんかねこのグルみたいな感じなんですよね。まあそういうふうなパチンコ屋のやらせが携帯電話の方にも応用されてきたかなっていうところですよね。まあこれ定期的に行きますんで、もう私もね件数に限りがあるときは私が優先的に使って、その後情報漏洩ができないってことになりますけども、もしねその枠が結構あるようでしたらまたね皆さんにもお知らせしたいと思いますし、あとねやっぱり個人的にやり取りしている方には あと1件ぐらいだったらあるよって感じでポロッとお話しすることがあると思いますので、その方もねやっぱりこう儲かるみたいな感じがあります。これ本当にね常にありますんで、日本全国各地つつうらうらで、だからやっぱりね誰とつながってその人からどんな情報を得るかってことはねすごく大事なんで、情報を待つんじゃなくて取りに行くっていう意味でも、久保さんなんかいい情報ないですかっていうふうに聞かれると、あ今こういうのあるよっていうふうにね動画にしてない情報っていうのは結構ありますんで、チャンスを掴んでもらいたいなと思いますよね。まあそういう感じで言うと、私と個人的に付き合ってる方っていうのは美味しい情報をね手にするチャンスっていうのが多いんじゃないかなと思います。その最たるものがこの携帯電話のネタなんですけども、このネタ自体も私ねもらってるんですよ。だから誰と仲良くするかによってそのネタがもらえる人ともらえない人が出てきますんで、意味のない人とつながってるんじゃなくてね、ビジネス的にですよ、人間的に意味がないって言うわけじゃなくて、ビジネス的に利益に直結する人とつながってることって非常に大事なんですよ。でそれを伝えてくれる人もやっぱそれによって利益を得るわけですからね。で実際そうしてもらいたいですしね、いろんな情報をくれる中でやっぱり手配してくれるわけですから、じゃあこれお礼ねって感じでお礼を渡すからこそ次の案件もくれるみたいな感じで、両方ともよかったねになるわけですよね。はい、もらいっぱなしじゃなくてちゃんと還元すること、これが継続的に有利な情報をもらう秘訣なんじゃないかなって思いますね。はい、じゃあ今回以上です。お疲れ様です。